じゃあ、最後に、9項目目ですね。これはい。も、2文字で何とかを変える。これもまあ、さっきの8番の深さとも本当に近いというか、まあ、言い方を変えたに近いのかなっていう感じも するんですけど。まあ、これはそうですね、その深さとか回転とか、まはい。あ、速さと高さもそうだし、タイミングも結構、まあ、ほとんどのものを網羅しているというか。そうですね。はい。でもこれ結構スクールでコーチの説明とかでも出てくる言葉だと思うんですよ。この資うん、格にそう入るです言葉。ね。でもはい。これをちゃんと理解して、こう、自分の中でパズルにして組み立てられる人どれぐらいいるかなっていうのは、ちょっと、ん?って思うんですね。なので、まあ、ちょっと、いい機会なので、ぜひ一緒に考えていただきたいんですけど、答えは角度を変えるですね。これは まあ、上手い方は本当に上手いなという印象なんですけど うん、やっぱ角度っていうと、まあ、長いクロス、あと短いクロス、ショートクロス、まあ、ショートアングルって言ったりしますけど、うん、やっぱそのアングルショットを1本混ぜることによって、やっぱラリーの展開が全然変わってくると思うんですね。そうですね。はい。なので、まあ、結構その、まあ、女子のプロの選手でもそうなんですけど、結構横に動くの上手い選手が、いて、で、その選手に対して、ラリー中に1本アングルを打ったら、その選手、斜め前に走ることができなかったんですよ。ああ、まずこう自分のもう、得意なはい。横に。そうです。横に動いてしまって、で、前後差に気づかずに、前に走らないとツーバウンドしてしまうんですよね、アングルって。そう横で走すよるとやっね。ぱその横の壁があったりいろいろあるので、ありますね。はい、そういうのが、例えば相手の、試合してて相手の特徴として、斜め前に走れないなってなったら、もうロングクロス、例えば2回打って、その後にチョンってアングルすれば、もうほとんど勝ち目は見えてくると思うんですね。そうですね。はい。まあ、そういう変化を、やっぱ自らつけていくっていうのも大切だと思います。大事ですね。はい。まあ、ちょっとさっき同一さんからもあったように、日本のテニスコートってやっぱり横幅が結構差があるのそうでが、す。環境としても変えられないものとしてあるので、はい。まあ、自分が角度をつけることも大事だし、こうつけられる準備というか、ああ、なんそうですか、ね。そう、本当さっきの走り方じゃないんですけど、もう、やっぱありますよね、試合でも。このコートだったらもうこれワイドはもう前で取るしかないな、みたいな。そうです。もう本当に横が狭いんだったら、もうそれは環境は変えれないので、そうですよね。はい。もう前に行くしかないですね。まあでも本当おっしゃったように、縦の変化が入るといきなり崩れる選手とそうです。か、はい。いや後ろから打ってると本当にうまいな、強いなって感じた人を結構動かせば打開できたりするので、これはやっぱぜひ身につけてほしい技術ではあるんですけど、何かこう、練習のコツというか、土井さんの中でありますか?そのロングクロス、アンショートグル。クロスをうまく使い分けられるようになるコツみたいなものは。やっぱりアングルは打っていい場面と打っちゃいけない場面が多分あると思うんですけど、やっぱ絶対ダメなのはセンターからアングルを打つことは絶対ダメですね。まあ、ボールがアングルって結局、その何のためにアングル打つかっていうと、相手をコートの外に追い出したいから打つわけで、センターから打つとその角度がすごく甘くなるので、そうですね。なるべくそのコートの端っこに自分が立ってるとき、そこからアングル打つなら効果的だと思います。あとは、まあできたらベースラインの中に入ったとき、コートの端っことベースラインの中に入ったときにアングル打つチャンスがあると思います。
そうですね。自分のポジションって実はあんまり意識しないですけど、ショットの選択においてはすごく大事ですよね。まあ、それこそテニスコートの仕組みとしては、やっぱ、自分がその横に振られれば振られるほど、アングルをもっとつけることができるので、振り回された時に使った方がいいショットでもあります。アングルは。まあ、もちろん短く打てるっていう技術が必要ですけど、サイドアウトしてしまうので。だから短く、短くというか、まあ、回転もそこそこかけて、やっぱネットに近いところにバウンドさせなきゃいけないので、ショートアングルっていうのは。そうですね。だからイメージとしてはサーブと一緒で、ちょっと山なりに打ってネットはとにかく越さないといけないっていう認識は持ってアングルを打った方がいいと思うんで、結構アングルの練習やりますって言った時に、よくやっぱ見るのはネットミスがめちゃくちゃ多いんです、アングル狙おうとして。なるほでど。もネットの近くにボールをポンと落とそうとしてるんだから、しかも自分はネットより遠いところに立ってるわけで、そこからアングルをポトンって落とすんだったら、ネットより上からこう狙っていくような軌道で打たないといけないので、そうですね。確かに。どうだろうな、これ結構図が必要なになっていくかもしれないんですけど、ボールのその軌道、山なりな軌道ってあると思うんですけど、まあ、山なりっていうと頂点が絶対ありますよね。ありますひね。高いところ、ボールが。で、その普通のロングクロスであれば、ネットの上にその山なりの頂点が来れば、相手コートに絶対、まあ、あと落ちていくだけなので、まあ、絶対アウトはしないと思うんですね。そこそこのスピードで打てれば。だけど、アングルっていうのは、ネットより、ネットに近い場所。例えばサービスラインよりも手前にもし落とすとしたら、で、例えば自分がベースラインの1メートルの中からアングルを狙うってなった時に、その山なりの山の頂点っていうのは、どこに持っていけばいいかっていうと、ネットより手前なんですね。なるネッほど。トより手前が頂点で、その頂点を越えて落ちていく途中にネットを通過してコートに入るっていう、そういうイメージを持ってアングルを狙っていくとやりやすいのかなと思うんですけど。そうですね。頂点を自分寄りにするというか、ちょっとそうですこね。う、鋭く落ちながら相手コートに入るみたいな軌道のイメージですかね。意外と山なりっていうのは必要で、そうですね。で、今の話だと回転っていうのを抜かして話をしてるんですけど、例えば回転をそこに加えると、例えばそれをトップスピン、2倍のスピンとかいろいろ加えると、そのスピンをかけると、その山の頂点はもうちょっと奥になると思うんです。自分じゃなく、相手寄りに、相手コート寄りに、頂点を持ってきて、で、ぐんって落ちてくれるっていうような、そういうショットになると思うので、なので、まあ、山の頂点っていうのは常に意識をしておかないと、アングル、なかなか難しい。そうですね。これはすごく大事なポイントですね。こう、コートを立体的に考えるというか、そうですね。自分の軌道の頂点をコントロールっていうのが、言葉では、なんとなく皆さんわかるかなと思うんですけど、実際にコートに立って自分が 軌道をイメージしてそこに乗せていくのが、ね、ぜひチャレンジしてほしいんですけど。やっぱその、さっきの、8番目の深さと角度って結構、まあ、割と違うとは思うんですけど、深さっておそらく相手を後ろに動かして、前のスペースにドロップショットを落とすっていう、その縦の、相手の揺さぶりだと思うんですけど、
その角度っていうのは、おそらく斜め方向に相手を揺さぶりたいっていう、そういうショットの、そうです構成だと思うので、ちょっと深さとは違ってくるのかなっていう。確かに、そうですね。おそらくコートの中に、その大きなスペースがあって、そこに落としましょうっていうのが深さで、で、角度は同じクロスだけど、よりもうちょっとコートの外に追い出そうっていう、2バウンド目が相手に届く、相手の足元に2バウンド目が行くようなぐらい、緩い、角度のついた外に逃げていくショットがアングルなのかなと思います。そうですね。微妙に違いますよね、そうやって考えると。はい。そう。なんか、まあ僕は、例えばショートクロスを実戦で打つ場面ってどういう時だろうって考えると、はい、多分見てらっしゃるダブルスで、こう、相手が平行陣で、はい、こう、ちょっと後衛の人の前に落としてとか、はい、っていう場面が結構あるかなと思うんですけど、はい、やっぱりこれ結構僕の中では、なんて言うんでしょう、しっかり振るというか、はい、どうしてもこう置きに行きたくなるような時もあるんですけど、ショートクロスってやっぱ置きに行くと入んないなっていう、こう、そうですね、ある程度思い切りがないと、多少、そうですよね、はい、勇気がいるかなっていう。だからレッスンの中でこう練習していても、試合でなかなかショートクロスを使えないっていう方は、なんかちょっとこうやっぱ思い切りじゃないんですけど、振り抜くっていうのがやっぱ必要かなっていうのを思いましたね。なんかそうですね、振り抜くことで回転もかかりますし、はい、なんかそうですね、フラットで打つっていうよりは、まあ、スライスでもいいんですけど、まあ、回転をかけてちょっとスピードを落とすような感じの方がいいので、まあ、そう振ったです方がね。いいと思います。そう、なんかその勇気持ってれば結構幅も広がるなっていう気がして。そうですね。はい。はい。ありがとうございます。じゃあ、はい。ちょっとこれで9項目、こう、ボールの調整方向みたいなのを今日はやってみたんですけど、いや、改めて全部大事だなっていうのはすごく 感じますね。そうですね。まあ、結構難しいんですけど、まあ、おそらくこの9つ全部、覚えるっていうのは難しいので、一つ一つやってみるといいと思うので、結構僕がコーチになって、で、この9つのボールコントロールっていうところを、参考にしながらメニューっていうのを、練習メニューっていうのを組み立てるんですけど、はい。やっぱり例えばこのジュニアは、高さを狙うのがあんまり上手くないなって思ったら、やっぱロープを張って、高いボールの意識っていうのをやりますし、まあ、あとは、タイミング遅いなと思ったらタイミングを上げさせるようなメニュー、声かけをするのもありますし、まあ、いろいろ、バリエーションは増やせると思いますので、まあ、ぜひコーチの方々も、これをこう、うまくミックスしながらメニューを組み立てていただけると、多分ずっとレッスン同じような内容なんですけど、これとこれを気をつけましょうっていうのが、多分生徒さんに伝わると思うので、そうですね。はい。そうで、これをやっぱり自分で変えれるっていうふうになると、ある程度こう、なんていうんでしょう、客観的に本当に自分も相手を見えるようになって、そうですね。組み合わせてっていうふうになる、こう戦術を考える土台ができるかなと思うので、はい。まあ、ちょっと今プレイできない環境にある方も多いと思うんですけど、まあ、ご自身の動画がある方は、ぜひ動画を見ていただいたりとか、あとは、そうですね。プロ選手も結構、この視点で見ると、あ、今これを変えたんだなっていうのが分かりますよね、はい。試合で。かなり、多分ちょっと違った視点で見れると思うので、なんか単純に深いとか、単純にドロップがうまいとか、じゃあなんでうまいかっていうと、その前が深いからとか、そういうのが多分紐づくと思うので。そうですね。なので、ちょっとぜひそういう視点でも見れる力を養っていただければと思いますので。はい。
あとはその結構そのテニスコートを描きましょうっていうところにちょっとつながるんですけど、はい、あの結構なんていうんですかね、そのセンターコートを斜め上からこのコートを映して、はい、あのでそういう動画が多いと思うんですよ、斜め上からの目線っていうか、はい、まあ、ぜひちょっと見ていただきたいのがコートレベルっていうんですかね、プレイヤー目線の、はい、目線のが確かあの、まあ、英語でコートレベルってやれば出てくると思うので、うん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 、はい、まあ、ぜひあのそうすると選手目線でネットのどの高さを通して、うんうん、どの、打点で打っててっていうのが結構よくわかるので、うんうん、あー、そうですね、ぜひコートレベルは、うん、あの見てみてください。そうですね、はい、あの視聴者の皆さんおそらく試合に出てる方が多いと思うので、やっぱり実際試合はそのコートレベルで行われるわけですからね、 そこでパッと判断できるっていうのも大事ですから、はい、うん、はい、ということで、まあ、ちょっとこういった内容のものを定期的に今後も出していければと思いますので、はい、まだこの本も多分ちょっと触りに触れたぐらいなのでいっぱい、そうですね、噛み砕いていきたいところは、まだまだ、はい、まだまだあるので、ぜひまたよろしくお願いします。はい。はい。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。